はいどうも、ヤタソフトの白夜です。今回も信長の野望申請 with パワーアップキット三好長慶編プレイしていきたいと思います。今回は、足利潰します。絶対もう許さん。長慶は足利をずっと許し続けたけど、俺は許さん。もう無理、もう無理です。君たちはやりすぎたようだ。で、そして、山名と、赤井、そして、浦上を従属させました。よし、やっていきましょう。よろしいですかね。ん？あ、まあ、いいけど。よろしいですかね。だって、そこだけでいいしな。全然いいよ。これさ、援軍要請さ、省略したらさ、信用増えてほしいな。ね。信用増えてほしいな。何を語っていないかな。そう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 、姫いないかな。長吉様さ、あれなんよ。まだ姫いないんよ。ちょっといねえかな、どっかに。どこじゃい？どこじゃい？信秀の妻、まだ36なん？だってもう信長結構年やで。へぇ、知らなんだ。いや、毛利に姫おったらな、ちょっともらおうと思ってねんけど。何これ？殺しゅうか。殺しゅうか。まあ、ちょっと置いとくか。で、これだけやっとこうかな。まあ、でも補給まだいらんか。んで、攻略目標。足利です。もう許さん。時が来たぞ。オッケー、オッケー。ああ、全員そんないいわ。まあまあまあ。よろしいですか。で、代官、代官、ああまだダメだ。この恥、注いでみせる。な、何やってる？何？ごめん。あ、ごめん、忘れてた。ガチで忘れてた。あ、ごめん、忘れてた。皆の者、騎乗するぞ。あとね、そうだそうだ、支援拠点増やしとこうや。こうかな、これでいいや。オッケー、これでだいぶ守れると思うもん。やめて。うわー、宿老。長吉からお言葉もらってる。うわー、宿老、痛い。よろしいですか。マジで。軍団作ろうかなと思ったのに。結構ガチで軍団をね、ここね、無理なんですよ。統治外なんで、軍団作って、置いとこうかなと思ったんですけど、うわー、痛い。上司任命。あ、全然上司任命してないじゃん。よし、攻めましょう。今こそ。滅ぼすとき、足利。じゃあな、よしてる。考えがございます。じゃあこのままさ、他のとこも攻めれそうな気はするんだけど、どう思う？
聞いていただけますかな。厳しいんだ。45日。あーでもいらないかもな。45日やったら。このメンバーが来るまでちょっと待機？待機？あ、いいか。もういけるね。8か。8か。8。4、5。6、7、8？ ん？あー、そうか。これ制圧中だから入ってないね。8か。まあいいか。しますか。じゃあ、行きましょう。おー、これか。あーはははははは。このタイプか。うわー、ミスったな。うわ、分散させりゃよかった。了解。うわ、分散させたらよかったな。みんな、王道たる働きを見せよ。これは砲台。陣太鼓、砲台。どうか、ご命令を。ちょっと待ってね。ええ、命を賜りたく。ここは強撃だよ絶対。はい、敵を攻めます。てか少女が一撃に当たったやらな。命を賜りたく。槍を前に進め。ああ、しかいったね。敵を叩くぞ。オッケー、これで強撃。我が戦法を見ない。とりあえずね。よし、オッケー。敵将取り押さえたり。敵を退けます。よし。どんどん攻めるよ。マジで。どうかご命令を。ここに変な女、どうしよう。命を賜り。陸球隊はここでちょっと一旦ストップ。どうかそっか、落ちたか。こっち敵を攻めます。弱さらもこっちの援護。敵を攻めます。福留めを出ようか。福留め当てて命令を下され。こうだな。うわ、これ結構食らうな。やべ、多分結構食らうで。これ多分結構食らうと思うよ。いざ進む。あー、そっちじゃないんだよな。敵を蹴散らさん。あっ、結構いいんじゃない。我が戦闘の切れ味。さあ、やべえ、これ食らったらなかなかでかいと思うな。うわー、これ食らったらなかなかでかいと思う。命を賜り。いやー、マジですか。敵を願います。我が軍略の前に敵はなし。崩したパトンだよ。あ、頼む。よっしゃー、オッケー、降伏申し入れに来た。いいよ、よっしゃー、キツキダに降伏させました。上には上がおると知るな。いやー、楽に勝てたね。やっぱ降伏してもらえるとありがたいね、ほんと。城は我らのものぞ。
オッケー。着手しようか。諦めて縄につくがよ。お使いできません。拾った命無駄にはせん。爽快な。ちょっと待てよ。いやだってさ、浅いか。うわ、1万2000はきついな。1万2000で耐久9900、これはきつい。これはきついね。野津山、金ヶ崎、ここら辺まで欲しいな。まあ、でも今回は、はい、足利倒すとこまでなんで、ここまでです。ありがとうございました。